皆さんこんにちは、スピリチュアルカウンセラーのきこです。今日もいただいたご質問にお答えしていこうと思います。教えてください。頑張らないと仕事は処理しきれないほど多いのです。頑張らないで穏やかにニコニコしていきたいのですが、与えられた仕事をできませんって言えないのです。結局他の人がカバーすることになるので、これを頑張らないというのはどうやったらいいのでしょうか、というご質問をいただきましたので、今日はこちらについてお答えしていこうと思います。答えはすごくシンプルで、それやらないってことですね。他の人がどうとかっていうのは一回置いといて、やらない、できませんっていうことです。で、私ももともとできませんとかいうのができなかった人だったので、相談者さんの気持ちはすっごくわかるんですよ。だって私がやんなかったら他の人が苦労するだけでしょって思いますよね。だけどもうちょっとこう引きでその状況を見てもらいたいんですけど、もしかしたらできませんっていうことで他に実はまだ余裕がある人がいたかもしれないし、その仕事私は得意だからやりますって言ってくれる人いてくれるかもしれないですよね。で、もしかしたら相談者さんがその与えられた仕事が苦手で、例えばそれをやるのに2時間かかっちゃうからできませんって思っちゃうけど言えない。でもそれを得意な人に任せたら、それが1時間とかで終わる可能性もあるわけですよね。だからできませんっていうことは、ちゃんと自分がどれが得意でどれが苦手でどれができるのか、どれだけキャパがあるのかっていうことを周りに知らせることになるんですよ。それっていうのは広い目で見た時に会社のためにちゃんとなってるんですね。でそれを見て上司の人がまたその配分を考えたりとか、配属を変えたりとか、そういうことができるようになるんですけど、抱え込んで無理している時っていうのは周りの人っていうのは分かってくれないんですよ、基本的に。なのでやっぱり自分でできませんっていうことは必要なことなんですね。でやっぱり責任感が強い方っていうのは、私がやらなきゃ誰かに迷惑がかかるだけだからとかってやっぱり思いがちなんですけど、そもそもみんないっぱいいっぱいっていうのは、人員ミスなんですよね。会社のミスなんですよ。あなたのミスではないんです。だからそれで、困ってますっていうことをちゃんと分かってもらわないと、新しい人入れてもらえないんですよね。やっちゃうから、我慢しちゃうから、それで回るんだったらそれでいいやっていう風に人も増えなかったり、仕事内容の見直しもされなかったりして、こういう風に来てるわけなんですよね。でどんどん人がストレス溜まっていって、でまた人が辞めちゃって、で結局また人が足りなくなっちゃってっていう負のループに入っていくじゃないですか。だから長い目で見た時に、できませんっていうことは会社のためでもあるんですよ。でできませんっていうのはあなたの能力不足とかあなたの責任ではないので、必ず言ってください。なので答えとしては、やっぱりそれは頑張らないでくださいっていうことになるんですね。なので見方を変えたらね、いろんなことは言えますよ。もっとそれ頑張れば早くこなせるようになるんじゃないのとかっていう考えもあるとは思うんですけど、やっぱりこれからは得意なことを得意な人がやる、でできないことはできないって言って制度の方を見直してもらうっていうのが、特に私たち日本人にはとっても必要なんですよ。で今実際コロナになって、テレワークが必要になって、テレワークとかが入ってきてますよね。でもそれって今までしてほしかった人いっぱいいると思うんですよ。子供がいるからできれば在宅でこのジムをやりたかったとか、その作業は得意だけど人と関わるのが苦手だから、本当なら人と関わらないでリモートでやりたかったっていう人たちの声は無視されてきたわけなんですよね。できないわけじゃないけど対応されなかったんですよ。でそれは発していかなかったからなんですよね。この環境に合わせなくっちゃっていう風にやってきたから、それでなんとか回っちゃってたんですよね。そのできなくはないけど試されもしなかったってことなんですよね、テレワークとかが。でも実際今こういう風にコロナになって、もう絶対こう必要不可欠になっていって、変わらざるを得なくなったら、テレワークができたり時短になったりとか、お休みが増えたりとか、なんだできるじゃんっていうこといっぱいありますよね。これ今非常事態なので、通常時と全く同じとは言えないですけど、でも通常時からそれやればよかったよねとか、この会議いらなかったねっていうか、そもそも Zoom でよかったんじゃないのみたいなことってあるじゃないですか。でそれはやっぱり私たちが我慢しすぎて、こう雇われてますっていう気持ちでこう会社に合わせすぎた結果、革命が進まなかったんですよね。なのでやっぱり私たちはできませんっていうことがすごい必要なんですよ。でそれを言えなかったから、ある意味コロナがこうやってそれを代わりにやってくれたんですね。できないっていうのを変えなきゃいけないっていうのを言ってくれるわけですよ、代わりに。なのでできないっていうことはとっても必要なことなんです。でそれで自分を責めなくていいので、確かに何でもかんでもできないって諦め癖のある人とかはダメですよ。逃げ癖とか諦め癖があったりとか、何でも会社のせいにする人っていうのはまたダメなので、その人にとってはまたその人に対してはまた別のアドバイスはありますけど、こういう風にご相談される方っていうのは責任感が強くって、自分がやらなきゃ誰かが困っちゃうって言って頑張ってきた方なんですよ。できませんが言えずに頑張って作り笑顔で頑張ってきた方だと思うんです。なのでこういう方はもうできませんって言ってください。あなたができないことはあなたの努力不足ではないと思います。できませんって言って頑張らないっていうことをやってください。それが責任感が強いあなたに対してできるアドバイスとしては、そうやっていうことが結局会社のため、社会のため、あなたのためであり上司のためになってくるはずなので、勇気を持って頑張らないっていう選択をしてみてください。でね、穏やかでニコニコしていきたいのですがっていうところ、できないならできなくっていいんですよ。困った顔しててもいいし、イライラしててもいいし、だってそれだけのストレスをあなたは抱えてるんですよね。だったらこんだけストレス抱えてイライラしちゃってるから、もうやめてくださいっていうことを伝えていかなきゃいけないんですよ。無理にニコニコする必要もないので、正直にもうできないことはできないと言っていきましょう。はい、ということで今日の動画はここまでです。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ここで皆様にお知らせです。私、キコのオンラインサロン、自分革命サロンは新しい自分になることを目的としたオンラインサロンです。月額1000円で誰でもスピリチュアルを日常に活かしてハッピーな人生をクリエイトする方法を分かりやすくお伝えしています。私、キコから毎週スピリチュアル能力を高めるコツの LINE が届きます。そして月に1回サロン限定のオンラインセミナーに無料でご参加していただけます。お申し込みは下の概要欄から。皆様のご参加お待ちしております。この動画が少しでも参考になった方はぜひチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。私にご質問ご相談のある方は YouTube のコメント欄か LINE 公式からメッセージをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。